長の日本放送のスタジオとフォレスタ横浜をつないでおります。今回の番組でございますが、今度は堀内孝雄さんと松浦彩ちゃんも登場しますよ。よろしく。はい、お待たせいたしました。来ましたね、いよいよこの時間が。会場の進行役は私、愛沢元気と矢口真理がお送りしております。が、ここではさらにスペシャルゲストをお招きしましょう。はい、さあ、こちらの時間はですね、特設ステージからあなたへ歌を届けます。まずお迎えするのは松浦彩ちゃんです。どうぞ。ラジオを見た皆さんに、ヤグッちゃんからですね、はい、今日のあややのこのお洋服をちょっとご紹介ください。そうですね、私が行っちゃいますか。じゃあ行っちゃってください。そうですね、あのグレーのハット、まずハットが可愛らしいですね、そしてドットのジャケットがちょっと長めの感じですね、はいはい、で中にはですね、ブラウス、襟元にはパールがあしらっております。はい、あのボタンのところにはリボンが3つという、ね、なんかラジオショッピングみたいになってきた。すみません。はい、あやや今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。モデルさんが素敵でございますからね。はい、あやや去年に続いて、はい、2度目ですね、ね、うん、来てくださいましたけれども、ね、うん、去年あのいらしていただいた時の何か感想、うん、印象的だったことってありますか。楽しかったですね。もうとにかくそのパフォーマンスしてくれるみんなが本当に元気で、本当に笑顔で、もうなんかステージ上でもあややーとか言って盛り上がっちゃって、なんか握手会が始まって、はい、ね、すごかったですね。そしてあのあややスタジオにはね、細川さんもいらっしゃいますよ。はい、先ほどはありがとうございました。はい、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、さあ、それではここドレッサー横浜の特設ステージから、うん、松浦彩さんの歌をお届けしましょう。今日は何を歌ってくださいますか。はい、3年前のですね、あのスペシャルオリンピックスの冬季大会から開会式から歌わせていただいております、はい、絆という曲を歌いたいと思います、うん、はい、はい、それではスタンバイの方お願いいたします。よろしくお願いします。さあ、それでは会場の皆さん、あややの生の歌をご堪能ください、はい、松浦あや、絆。ということで、松浦彩ちゃん、今日どうもありがとうございました。